ジョゼク・ストディオでファリアは、ファリア・シマタは、ファリア神父として知られるカトリック教会の聖職者。また、催眠がまだ動物時期と呼ばれていた頃の最初期の研究家。さらに、大デューマの代表作、モンテ・クリスト伯の登場人物のモデルとしても知られる。ファリアは、1756年5月31日に、ポルトガル領インドの植民地コアで生まれた。先祖はバラモンであり。 また部分的にアフリカ人の血も継いでいたが、16世紀にはカトリックに改修していた。父は神学の博士号を取得しており、その尽力で彼は25歳の時にリスボンに行き、ポルトガル国王ジョゼイ一世紀の許しを得て、ローマにて神学を学び始めた。無事に神学の博士号を取得したファリアは、システィーナ礼拝堂で説教を行う栄誉を得た。リスボンへ戻ったファリアは、 その栄誉を伝え聞いたポルトガル女王マリア一世より、自身の礼拝堂でも説教を行うよう促された。ところが、ファリアは、説教壇上で居並ぶ堂々たる聴衆を見て、舌が回らなくなってしまった。その時、ンカの父親が、コンカニ語で、ハイサグリーバジ、ケイタリーリバジと囁き、それを聞いたファリアは、緊張が解け、最後まで、流暢に説教をすることができた。この体験、 すなわち、言葉が心の状態を一瞬にして変えてしまうような現象は、彼の人生に極めて大きな影響を与えた。1788年、ファリアはゴアで起こった陰謀事件に巻き込まれ、翌年パリに移り住んだ。パリはフランス革命後の混乱期にあり、ファリア自身も1797年に理由不明の容疑で、 マルセイユで逮捕され、悪名高き社ディフの監獄に長期間遊兵された。釈放されたファリアは、1811年に、ニームの大学で哲学の教授に任命された。その後、パリで動物時期が流行していると聞いたファリアは、1813年にパリに戻り、その研究と講演に邁進したが、一部からは山し、呼ばわりされた。 1819年9月30日、ファリアはパリで脳卒中により没死した。コアにある女性に催眠術をかけるファリア氏の増催眠は19世紀初頭には動物時期またはその発見者の名をとってメスメリズムと呼ばれていた。提唱者であるドイツの医師フランツ・アントン・メスメルは催眠現象を心理学的な作用ではなく、 宇宙全体を覆う物理的流体の所作であると唱えたが、1784年には、フランス王立科学アカデミーによって、そのような物理的作用は存在しないと証明された。しかしその後も、動物時期は民間レベルにおいては施行され続けていた。1813年、パリに戻ったファリアは、聴覚性睡眠に関する公開講義を行った。これは、当時有力だった。 ピュイゼギュール公爵等の気流大切と交流論を批判するものであり、暗示及び自己暗示を重要視するものだった。また彼は、自家家庭は治療者よりも、非治療者に追うものだと主張し、あるタイプの人間は自家されやすいとし、そういう人を天然原始者と名付けた。さらに彼は、自家状態の患者に原少を起こし、またあと催眠暗示を与えることにも成功した。これらの理論は、 当時としては極めて先駆的で、後にアンオーギュストリエボーラ、ナンシー学派の提唱する暗示療法に直接つながるものである。心理学者のピエール・ジャネは、ナンシー学派の真の始祖は、ファリア氏でありリエボーラは継承者に過ぎないという。しかし、ファリアは、パリでは、十分に成功したとは言い難かった。弟子であるフランソワ・ノワゼによると、フランス語が堪能でなかったため、 悪意ある俳優に騙され笑い者になり、山し呼ばわりされたという。ファリアは、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、モンテクリスト博に、ファリア神父として登場する。小説の中のファリア神父は、シャトーディフに投獄されている、イタリア人神父で、主人公のエドモン・ダンテスに知識と生きる力を与える。ファリア神父はダンテスにモンテクリスト島に隠された、 財宝のありかを託した後、狂心症で死ぬが、ダンテスは、彼の死体とすり替わることで脱獄に成功する。実際のファリアも、権利不明の罪で、医府上に長期間投獄されていたが、無事釈放され、パリに戻っている。ありがとうございます。